はい。ミートファイト、ゾーンの雑白です。今回はゴンゴ格闘技最新号見どころ紹介です。今回も見どころがたっぷりありますので、ぜひ書店や Amazon などで買ってください。お願いします。表紙は我らの堀口教師選手です。そしてもちろん関東インタビューは、ドゥドゥン、堀口選手です。これ見るだけでも、まあ、勝ってもいいんじゃないでしょうか。で 次に、まあ、セルジオ・ペティスとバンタム級であるのですが、今までバンタム級でやってた時も、ご飯をいっぱい食べて食べて食べて66キロ。で、今はそこまで無理て食べなくても64キロぐらいが通常体重ということです。で、バンタムでもフライでもそんなに体重が変わってないみたいですので、まあ、万全な状況で戦えるのではないでしょうか。そして、この記者が驚いてたのは、堀内選手。まあ、試合後の練習だったんですけども、もうウエイトトレーニング、いわゆるフィジカルトレーニングもがっつりやって 試合後なんで、少し軽めだったらしいんですけども、それでもすごい量をやってたそうです、すでこんなにするもんなんですかって聞いたら、あんまりしないと、でトップ選手ぐらいですかねと言ってました。 やっぱり世界でも、世界のトップ選手は筋トレもがっつりやった上に、そこから、いわゆる格闘技の練習をするみたいです。ハゲ・ジョビンが筋トレはいらないって言ってましたが、まあ、世界でトップ目指す選手はやるということでしょう。日本で勝ったり負けたりいいっていう選手はやらず、トップのトップ目指す選手はやる。で、堀口選手はやってるから強いということだと思います。で、今回、しっかりやり返すと言っています。で、しかも前回は、ケージでアウェイ。 今回はホームでリングですので、リングに慣れている堀口選手、そしてホームの堀口選手、そしておそらくテイクダウン狙いをする堀口選手がかなり有利なのではないでしょうか。そして次がセルジオ・ペティ選手、結婚したそうです。ですので、新郎対決と言っていいでしょう。で、これで言ってたのは、やっぱり堀口選手はめちゃめちゃ強かったらしいです。レスリング、打撃、相当強かったって言ってました。圧倒されたとも言ってました。 よく違うユーチューバーでセルジオ・ペティスが押してたみたいなことは言う人いましたけども全然結果論であって本当はめちゃめちゃやっぱりホイール選手は強かったらしくただ今回は3ラウンドなんで3ラウンドフルパワーを使うと言ってましたでやっぱりあと平本蓮選手についても言ってましてセルジオ・ペティスいわく自分の打撃の考えをまあ逆転させたじゃないですけどもそれぐらいで打撃技術が高かったのが平本蓮選手だったらしいですで今回もセコンドツイート欲しいということでした やっぱりレくんの打撃技術はもう群を抜いてるということではないでしょうかであとは水垣さんなどがセルジオ・ペティス・ホリグス教授について話しますそして我らのポンデリングよりも可愛い平達郎 vs 小木チャンネル対談やってましたで小木チャンネルが平達郎選手のストレートはすごいなどやはりもう未来のスターに対してごまをすりまくってましたで小木チャンネルは 新龍誠こ,こと高橋さんのお父さんのことを悪口言ったり、かなりヒールで心も草履って言葉がバレてしまったので、平良達郎選手に少しでも爪の赤を煎じて飲んで、真人形になってほしいものです。で、水垣さんがまた平良達郎、鶴屋選手等々について話してもらいます。 で次に、ノエリ選手とカイト選手がなんと対談してます。最近ちょっとカイト選手がおばちゃんパンをかけて僕はちょっと心配なのですが、二人とも海外で戦いますので、ノエリ選手がシッチチャイ。そして、カイト選手がグローリーの選手であります。めちゃめちゃ強い選手です。 で、ノエルブイエス、シチチャイについても、佐藤選手が、サウンが、まあ、見どころを言ってますが、僕もちょっと似てて、ちょっと、まあ、は、部が悪いというか、相性が悪いのはシチチャイだと思ってます。シチチャイ選手は、まあ、無栄の選手で、近距離、そしてサウスポー選手で、遠い距離と近距離が強い選手です。近距離も打ち合うのではなく、組むことができるので、ノエル選手は、打ち合いの距離で戦いたいのですが、そこ以外が強いのはシチチャイなので、噛み合わないのではないでしょうか。 そして朝倉のみっくんと平本のれんくんをなんとドミネーター選手が分析しています。まあ打撃が鋭いのは平本れん。で、体が強いのは朝倉みっくんみたいな感じで言ってました。ですのでまあリングなので、組の展開で朝倉みっくんがちょっと有利に行くんじゃないかと言っています。 で次にテクニック紹介なんですけども、鈴木さんがいろいろと解説してます。まあ、どっち我慢にするのか。僕は平本ムとん君。今回はオーソドックスでいくんちゃうかなと思っています。はい。で、鈴木千尋とゴー・シさんなどが、まあ、インタビューを受けてます。で、次にクレベル小池が ATG に行ってガムロット。まあ、元々専用ですね。KSW 時代に戦ったガムロットとやってるみたいです。で、アーチレッー戦について。 もはい、言及してますそしてなんと我らの斎藤豊選手が乗ってますのでぜひぜひ買ってください実は斎藤豊選手は朝倉未来有利と思ってみたいですただ平本蓮君がめちゃめちゃ強かったと思ってたのと全然違った一戦一戦の成長度が凄さまじいと言ってますのでこれもぜひ買って皆さん呼んでください 次に、サラクボチャンネルが話してまして、なんと、鈴木千尋をどうやったら相性がいいんではないかと言ってました。それは思います。やはり鈴木千尋の剛腕にカウンターを忘れるのは、久保優太。これはあると思います。しかも、サウスポー。あとは、竹吉樹選手と古川誠一選手です。 まあパワーオードリームのトップと弟子みたいな感じで、まあ父の日に世界ベルトを渡すみたいな感動でした。で、細川バレンタインがなぜか竹吉木のこと、選手のことをディスってますが、その竹吉木選手をディスってる、弱い弱いと言ってる細川バレンタインをクラッシュの解説に読む K1 人は僕はちょっと信じられないので、もうクラッシュは見ないことをしました。K1 は見るかわかんないですけども、クラッシュは僕は卒業します。 さすがに、ホスがバレンタインは見たくないので、やめてほしいものです。あとは、K1 の選手、キックの選手がずらーっと載ってます。結構、K1、キックの選手の分量が今回多いと言っていいでしょう。ここら辺は適当に皆さん見てください。で、あと、サトシソウタと、夢バクラバクさんのガローネですかね。アニメのことについても書いてますので、以上となります。ぜひぜひ皆さん買ってください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。